え前回は高気圧、いろいろな高気圧について勉強しましたけれども、今日はですね、低、え、気、ー、圧について勉強していきます。えー、まずはまあ温帯低気圧なんですが、今言ったようにですね、低気圧も、えー、高気圧と同じようにいろいろ種類があります。一つ目は温帯低気圧で今日やる分ですけれども、前線を持つ、いわゆる普通の低気圧ですよね。皆さんが低気圧、低気圧って言ってるものですけれども、それ温帯低気圧って言います。 えー、その他に寒冷低気圧っていう、えー、寒気のみでできている前線を伴わない低気圧というのもあります。あとは熱帯低気圧、これは暖気のみでできている えー、やっぱり暖気のみですから前線を伴いません。そういう低気圧があります。まあ熱帯低気圧は、これあの、成長すると台風になるものですね。台風の卵みたいなもんですけれども。で、温帯低気圧の構造。これは一度もう一般分野でやりました復習です。えー、前線の南側の暖かい空気が低気圧の前面でこうね、えー、北側に 上昇しながら北の方に行くんですよね。そこに温暖前線ができる。低気圧の後面の方は上空の寒気がこう落っこちながら、えー、南側の暖気との間にこういうね、前線を作るというような構造になってました。これが温帯低気圧の構造です。で、えー、この温帯低気圧ですが、偏西風帯の波動の中で波長 3000km から 8000km の超波に伴って発生しますと。で、 それ、原因は何でできるのかっていうと、軽圧不安定性ですよという、もうこれもまさに復習です。軽圧不安定性が原因になってるんですね。できた原因になってます。じゃあまた、ちょっともうちょっと復習していきますけれども、軽圧不安定って何だったかっていうと、温帯低気圧の発生に関するこの軽圧不安定っていうのは、こんな風に、えー、水平方向に温度差がある大気。 ですよね。水平方向に温度差がある大気には、こんな風に等圧面がこう傾いていくという性質がありました。これは走行ですよね。えー、走行内の平均気温が高い方が走行が熱くなるっていう、それに従って、えー、等,等,圧等圧面がこう傾いていくんですよね。こういう大気を軽圧大気っていうんですね。 水平方向に温度差がある大気で、えー、等圧面が傾いちゃってるっていうのが、これ、軽圧大気っていう大気です。これ、まあ普通ですね。これ普通の大気なんですけれども、これが、注意度帯の南北の温度経度、水平方向に温度差がある、その温度差が南北にですね、非常に大きくなるという時があります。 そうすると、えー、どん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 地高風、このね、軽圧、傾きが大きくなって、地高風がどん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 大きくなる。上空ほど西風が強い状態になっていくわけですけれども、それがある限界になると、かなり、かなりアンバランスになって、もう限界に達した時に、軽圧不安定波っていうのを引き起こすんですね。そのアンバランスが嫌だから、それをやめよう、あアンバランスをなんとかこう壊そうということで、軽圧不安定波っていうのが起きると。 でこの軽圧不安定波を、えー、起こすことによって暖気、南側の暖気を極側に運んで、えー、北側のあ、えー、ごめんなさい、極側のですね、寒気を低緯度側に輸送してアンバランスを解消するよと。そういう波なわけですね。このアンバランスを解消するのに一役買っているというかそのアンバランスを解消しているのが温帯低気圧なんですね。で温帯低気圧の役割。 南北の温度経度を解消する直接の役割を担っているのがこの温帯低気圧ですよっていうことなんです。で温帯低気圧の構造をちょっとまあ立体的に示しましたけれどもこういうねあの,低気,圧の低気圧の中心その前面前面の方にこう暖気移流が暖気がこう上昇するところがあって後ろは寒気上空の寒気が落っこってくるところがあると。 いう仕組みですけれども、これね、ここの地上、えー、仮想でですね、温度経度はどんどん大きくなるんです。この温度経度が、南北の温度経度が大きくなったところに、こういう上空の気圧の谷、偏西風の蛇行ですね、こういう上空の気圧の谷が近づいてくるんです。上空のトラフが接近してくると、このトラフに対応して、地上に低気圧っていうのが発生するんです。 低気圧っていうのが発生することによって、さっき言ったその仮想の暖気が上昇しながら北上する。で、上空の方にある寒気が下降しながら南下してくると。それで暖かい空気と冷たい空気をかき混ぜるというような役割を担っているんですね。じゃあ実際に天気図で、えー、温帯低気圧っていうのを見てみましょうということなんですね。ここにあるのが 低気圧、前線を伴っています。温帯低気圧ですけれども、これは発達中の温帯低気圧っていうふうに言います。まあこれ、ディベロッピングローってここにね、あのちっちゃい、えっ、ー、と、温帯低気圧に関する情報が載ってるんですけれども、ディベロッピングローって書いてあります。今まさに発達していますよと。で、この後、三陸沖横をビューと。 北東の方向に進みますよっていう、これが地上天気図です。地上の今の地上実況天気図ということになります。じゃあその頃、ちょっと一回戻りますけど、ここね、ここに低気圧の中心があります。で じゃあ、その時の上空500ヘクトパスカル高度渦度図。これ数値予報図ですけれども、数値予報の t00 って書いてありますけれども、ここね。t00 って書いてありますけれども、これはあの、数値予報の初期値になる。解析された、その時の時間帯の解析された大気の状態ということです。えー、500ヘクトパスカル高度、等圧、この等高度線ですね、実線は。で、この <laughs>、数字が入っている、こう、なんていうんですかね。 編みかけ部分。編みかけ部分。これが、正渦度、えー、マイナスのね、正渦度極大域っていうことになるんですね。正渦度域です。 で、ここにトラフ、気圧の谷があるんです。赤い線で書きましたけれども、この地上低気圧に対応するのがこのトラフになりますよってことです。トラフや生渦度極大域がこ明瞭ですね。この辺ね、あの、今ちょっと数字を大きく書きましたけれども、よく見るとここにですね、2 1 9け1 0のマイナス6乗パーセカンドっていう生渦度極大値があります。 で、今ここにバッテン書いてありますけれども、これが地上低気圧、さっき見てもらった地上低気圧をここにまあプロットしたというか、ここに印をつけたということです。ここにあの地上の低気圧がありますよということです。で、これ見るとですね、トラフが、ここ、気圧の谷が、とかこういう西渦の極大地が地上低気圧の中心の西側に位置していますよね。 これがこの後も低気圧が発達するよっていうサイン一つの目安ということになりますね。さらにその下850ヘクトパスカルの気温風あと700ヘクトパスカル延直 P 速度これも数値を報図で初期値になる解析図ですけれどもこれは850ヘクトパスカルの なんだっけ実践が実践が850ヘクトパスカルの気温。えー、矢羽根は850ヘクトパスカルの風で、こうちっちゃくね、数字書いてある。これちっちゃい数字ありますよね。こういうのは、延直 P 速度を表していて、負のところが網掛け域になってます。イコール、これは延直 P 速度ですから、上昇流域ということになります。 で、実際この赤く囲んだエリア、この辺が低気圧にこう関連する気象状況というのがわかるエリアですけれども、まず、低気圧の前面ね、この辺、このバツがまた地上低気圧をか書いてありますけれども、低気圧の前面に暖かい空気から冷たい空気側にこうね、等温線を横切る形で風が吹いている。こういうのを暖気流って言います。 プラス、この網掛け域は上昇流域ですよっていう意味ですね。これ、上昇流域になってますよね。つまり、低気圧の前面には、こういう暖気流と上昇流域が見られるんです。 であのちなみにこの東温線がねぎゅっと,、えー、と南北に密になってますよね集中しているこういうところは南北に温度経度が大きいところですからいわゆる前線があるところですねで通常はですねこういう東温線の一番暖かいところに、えー、一番暖気側にですね前線が引かれるんですだからここの紫でこう点々点点とこう書いてあるとこ,ろこれが前線に値しますけれども。 やっぱこの前線をね、横切る形でね、暖気が北側にこう、向かって進んでいって、さらに上昇流域ですから上昇しているよと。で、一方、こっち、低気圧の後面ですね。後面はどうなってるかっていうと、冷たい空気側から暖かい空気側にこう、風が横切って吹いてる。つまり、寒気異流っていうことになります。 寒気流がある。しかも、今度、網掛け域じゃないですよね。こう、網掛けになってません。ここには、延直 P 速度が正の流あ正の部分があるよということですから、これ、下降流域です。なので、低気圧の後面には、換気流足す下降流域が見られます。ということなんです。こうやって、上空の寒気が下降しながら、えー、なんて言うんですかね、仮想の暖気。 ととの間に前線を作っているんだよということがこの天気図ででわわかるわけなんですねでこの時はまだこの暖気流っていうのが、東温線をこう直角にこうね、すごい大きい角度で横切ってる。寒気流のところもそうですね、強い、大きい角度で冷たい空気側から暖かい空気側に風が吹いてると。こういう時っていうのはまだ暖気流も寒気流も強いという状態ですから、この後まだ発達する可能性、まさに発達中と。 低気圧だねっていうのがわかるということなんでですねでこれ温帯低気圧の役割が一番わかるこの温帯低気圧っていうのはこんな形でですね低緯度側の暖気を極側にこう輸送して極側にある北側ですね北半球だったら極側の寒気を低緯度側に輸送するという,う役割を果たしているということなんですね。 で、ちょっと延直 P 速度っていう話が出てきましたんで、おさらいというか、えー、上昇、延直流ですね、の話を少し追加させてもらいますが、延直 P 速度っていうのは、連続の式っていうのから普通出すんですけれども、延、えー、直の、延直方程、えー、ごめんなさい、延直流っていうのはですね、実は連続の式からだけじゃなくて、オメガ方程式っていう式から求めることができます。 でまあ、オメガ方程式を覚えろっていうんじゃなくて何が炎直流の強さに関係してるのかっていうのが大事なのでこれちょっと覚えておいていただきたいんですが炎直流の強さっていうのは度流流とと温度と非断熱効果っってていうのが関わってますよという意味で,すで、まあ分かりやすいところで上昇流の方を言いますけれども例えば上昇流だったら正渦度位流足す暖気位流足す 非断熱効果による加熱が全部上昇流に関わってきている。上昇流の強さを決めてるよっていうことなんです。で、生渦度遺留って何かっていうと、渦度が増加する場所のことを言います。渦度が増加するってどういうことかっていうと、さっき、このさっきの天気図ですけれども、500ヘクトパスカルの高度渦度天気図です。ここにトラフがあるんでしたよね。で、ここに生渦度、大地があります。 つまり、この網掛け駅っていうのは、西渦戸がいっぱいある。西渦戸極大域なんですね。西渦戸駅なんです。で、どちらかというと、この青い方は、風渦度域なんです。わかりますよね。まあ見てね。こちら、網掛け駅ではないですもんね。ほとんどこの辺とか。そうすると、このトラフっていうのは、西からこう東にどん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 ってこう、移動していきますよね。地高風、平、地高風っていうのは、え等、ー、圧、 東高度線ですね。東高度線に沿って流れるわけですから、この渦度はこのままこう移動してくると考えられますよね。ですから、この西渦戸駅がこっちに移流してくる。つまりこのエリアですね。青いエリアっていうのは、この後西渦度が増加する。渦度が増加する場所だよっていうことになりますので、この青いエリアが西渦度遺留域っていうことになるんですね。だから、あの、トラフの前面、 は、生物度遺流域になっている可能性が高いですね。と、えー、さっき見たところによると、850ヘクトパスカルで見たの、暖気遺留っていうのを、あ、プラス、非断熱効果による加熱っていうのは、あの、凝結ですよね。凝結とか、まあ、日射による加熱とか、そういったものによる加熱です。熱を加えられる。そういうことが全部、 上昇流の強さを決めてますよっていうことなんですね、えー。こんなふうに温帯低気圧っていうのは、えー、南北に温度差が大きくなった空気をこうかき混ぜて鳴らそうとそういう役割を担ってるということなんですね。